皆さんこんにちは。今日は風が強いで東海リーチエンジェルの木村マリンです。本日もですね、成り上がり実践機収録をさせていただきますが、私がですねここに立っているということは、なんと今回ですね見事1位をいただきました。YouTube と Twitter の合計ポイントが1433ポイント間違えた、1443ポイントいただきまして、皆様本当にご協力ありがとうございました。いいねリツイートをしていただきまして本当に嬉しかったです。で見事ですね、木村マリンの成り上がり実践機というねレギュラーをいただきまして、今回なんかミッションを課せられてるみたいなので、えブッキーさんミッションって何ですか？何このホワイトボード。今回のミッション1、プレミアム演出の画像を2枚。これは自分のってこと？あ、お客さんのと自分のでも可能。で2、テンションの上がる演出の画像を3枚。何テンションの上がる画像って。とりあえずもうテンションが上がればいいんでしょう。こんなん簡単じゃないんですか？なんかブッキーが見つけてきてくれればいいかな。まあ、自分の台で出せばいいんだよね。今日もなんかファンの方とか来てくれてそうだし、ちょっとファンの方にも協力してもらおうかなと思ってます。なんかできると思う、今日も頑張ります。はい、今回もですね出玉勝負ではないので頑張っていきたいと思っております。ミッション達成します。応援してください。本日はキング777クリマテン様にて収録をさせていただいております。パチンコ424台、スロット288台、皆さんぜひ遊びに来てくださいね。何を歌おうかなって。おはようございます。おはようございます。お願いします。リゼロガール、リゼロ成り上がり実践機。はい、今日はなんとコードギャス C2 バージョンにしました。理由は C2 がめちゃくちゃ可愛いから。でもなんか私がこれ打つの意外かも。なんか過去に1回しか打ったことないので、ブッキーに教えてもらいながら頑張ります。新しいパチスロコードギアスだぞ。白棚狙えばいいんだよね。これ狙えてるのか。リプレイを連動で弾けばいいの。あ、C2 まで。何これ、わかんない。ちょっとブッキーがいない。ああ、ミスった。まだまだ続く。熱いよ。
甘い。リプレイ。あ、待って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 、ねえねえ無理絶対当たったと思ったのに、マジか。外れちゃったもん。だから今日さ、せめてミッションをクリアしないとクビになる。もう早速クビ。移動しようかなと思ってます。鏡に。成り上がり実践機。はい、ヘイ鏡に移動しました。ちょっとプレミアム、そしてテンションの上がる画像をね、収めていきたいと思ってます。あ、ケンシロウが呼んでたもん、私のこと呼んでたもん。コウキダンスパーティーだって。あかん、特訓スタート。もうここで弱い人は来ないで、もうまた今日はあの、あ、星4つ。ノリオの面子ってこんな星4つもあったっけ。秒でいただきます。秒でいただきます。よっしゃー、イエーイイエーイ。ちょっとライトアップして、もっといきます。あ、でももう真ん中の辺の位置にいるよ、最初から。イエーイ。おー、早いなー。ね、ね、狙えんかったんだけど。やだー、なんで狙えんの。うん、上がってるじゃん。あー、何いいのこれ。わかんない、読み方もわかんない。おい、この画面何なの、知らんって。え、何を言うんだっけ。出ない。でも上に出てるけど言わんでいいの。
はい、駆け抜けてはないよ。 K チャンス入らんかったです。 AT 入らなかった。 AT に入らなかった。 AT に入らなかったです。あー、 K チャンス入れたかったんだけどな。成り上がり実践機。さあ、それではですね、お昼休憩に行く前にスロットコーナー店内中継をさせていただきたいと思います。で、魔法少女マノカマイカ2もお兄さん箱使ってらっしゃいます。で、大城のですね、初代マノマギもただいま満席満台で皆様盛り上がっていただいておりまして、さあ、もうすごいすごい、もう朝からね、こちらのお兄さんリゼロコーナーで箱使ってらっしゃいます。すごーい、いいな、いいな。あ、白芸攻略、しかも2連続で今ゼロカラーチ入ってるお兄さんたち、すごーい。え、待って、これってさ、え、すごいやつだ。鬼がかってますね、じゃないの？鬼がかってる。すごーい。で、リエロもね、もちろん満席満台です、今。1、2、3、4箱。さすがですね。やっぱね、なんか、クリマテンさんのゴッドシリーズ、いつも盛り上がってるんですよ。後ろの、ミリオンゴッド。さあ、こちらのお兄さんもですね、ただいま一箱をゲット。さあ、ハーデスも、ミリオンゴッドも、みんな盛り上がってて。はい、今からジャッジメント、スタートします。こちらのお兄様。で、何が出てくるだろう。で、奥進んでいくと、絆もね、ただいま。ちょっとしか開けられない。あ、ペルセポネ出た。ジャッジメントでペルセポネ出てます。あ、このお兄さんもマジリスタイム入るんじゃないの、これ。おー、入った。ゲンノスケからスタートです。で、後ろのね、お兄さんもただいま1、2箱。そして後ろのお兄さんも1箱。あ、絆コーナーもすごい盛り上がってる。まずですね、こちらにはユーパチアマデジですね。早速こちらのジョーズ再臨、ただいまパリックボーナスゲット中です。そして後ろにはですね、アマウミシリーズいっぱいご用意させていただいております。さあ、こちらの訪問ジャマ神盛ジャッジメントご有血のお兄さんもですね、ただいま7回目お当たり。さあ、すごいすごい、なんかチャンス目撃させていただきました。ウェパチンココーナーまだまだ続いてまして、さあ、さあ、こちらのゴジラ、お湯口のお兄様がですね、右口、ラッシュ、続いております。花の刑事、漆黒の衝撃とか、ルパン三世、ラストゴールドだね、これは。で、北斗シリーズ、そんで北斗の剣、セブン転生とか、北斗無双。で、後ろ側には海物語シリーズの CR 海物語4とかが置いてあります。早速こちらのお姉様が、新北斗無双のお姉様がですね、ゲントラッシュただいまのお時間でスタートなんじゃないかな。まだまだ皆様ね、ご遊戯頑張っていただきたいです。パチンココーナーも2000発オーバーのアリア3で、こちら満席満台のがエヴァンゲリオン超暴走です。お兄さん方も2人とも C 覚醒モード入ってる。他にもですね、サイボーグ009とかシンフォギア、こっちにも置いてあります。で、こちらも新大機種、かわいいラムちゃん、うるせえやつがご用意しておりまして、満席満台です。さあ、4円パチンココーナーもですね、まだまだ皆様盛り上がっていただいておりますので、ぜひぜひね、ご来店した際はこちらの4円パチンココーナーでも楽しんでみてはいかがでしょうか。
お昼から戻ってまいりました。今日はラーメンとチャーハン食べましたで今から実践スタートさせていただきます。特訓よっしゃー。今ブッキーが言ったああ止まらんかった。そんな言い方だったっけ。行くよ。で、ああ、おお、でも結構いいんちゃう。バスケットボール。多分これいいんちゃう。ねえ、ケンシロウの方がいいんかな。じっくり、おお、いいんじゃない。じっくりとご覧くださいまだです。おー結構、ね、これもらったんちゃう。イエーイ512、めっちゃ回してた。512ゲーム完全勝利です。よっしゃあ、終わっちゃった今の。なんなえ、じゃあ何何何、じゃあでもこれ何にもだよ多分。これ何もだよ多分。 OK Are you ready? 話すよ。え、何何何何、いい、いい、いくよ。
決いきまーす。エリートオーズもうド定番で外すやつ来たんだけどバイバーイ。はい、あ、料理再起してますよ本当に。でもなんか友達に卵焼きの画像を見せたら雑巾かと思ったって言われた。なんか白かったなんか牛乳となんかいろいろ入れたら美味しくなるよってディレクターさんに聞いて家帰ってやったらなんかもうめっちゃ手が滑って大量に入れちゃってほんで本当に手が滑って大量に入れてでなんか友達に送ったら雑巾かと思ったって言われてでお母さんに友達に雑巾って言われたって言ったらいやいやせめて布巾にしやいいのにねみたいなそうそうそう、 うちのお母さんもおかしいんだって思ってでも泣けてきたもん悲しくて。はい、ではですねもう時間となりましたので実践終了とさせていただきます。成り上がり実践機、はい、実践終了しました。場所はですねオープニングと違うのは風が強すぎたので台風中継みたいになっちゃってここにしました。で今日はあと朝一コードギアス C2 バージョンを打ってからその後ヘイ鏡打ちまして星が1100枚で175枚からの回収がマイナス925枚でした。今日もちょっと負けちゃいましたけどあのミッションとかもね今回は加わりまして果たして木村マリンはミッション達成なったのでしょうか。次回の動画を皆様期待してください。そしてねですね本日たくさんの方がまたまた会いに来てくれて本当にありがとうございます。皆様にはですねちゃんとモザイクをかけて動画を映しますので本当ご協力していただいた皆様ありがとうございました。今日はですね、一番の女になれた木村マリンでした。また見てください。ありがとうございます。達成なったのでしょうか。次回の動画を皆様期待してください。リーチエンジェルの成り上がり実践記